エールフランス447便墜落事故は2009年6月1日に発生した航空事故である。アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港からパリシャルルド・ゴール空港へ向かっていたエールフランス447便が飛行中に失速し大西洋上に墜落した。乗員乗客228人全員が死亡した。この事故はエアバス A330 として 最悪の事故である。自動操縦が解除されて機体が失速した際に、操縦士が本来行うべきごく初歩的な回復動作を誤ったことが主な原因。航空技術が著しく発展したはずの21世紀において、ヒューマンエラーが招いた大事故として知られる。447便として運用されていたのは、 長距離路線用の総発ワイドボディ機のエアバス A330 から200で、初飛行は2005年2月25日で、総飛行時間は18,870時間であった。事故機の飛行経路447便は、乗客216人、乗員12人を乗せ、現地時間の5月31日19時3分に、ブラジルリオデジャネーロのアントニオ・カルロス・ジョビン。 国際空港を出発した。ドービンは、フランスパリのシャルル・ド・ゴール国際空港に現地時間の6月1日11時10分、到着予定だった。グリニッジ標準時間の6月1日2時14分頃、最後に更新した後に消息を絶った。電気系統の異常を知らせる自動メッセージが、同期から発せられた。当時航路上では、落雷を伴う。 乱気流が発生していた。また、同時間帯に現場付近を飛行していた、単、ブラジル航空やエアコメットの乗客、乗務員が、炎に包まれたものや、強烈な閃光を機内から目撃しており、ブラジルやフランス、スペインなどの、核軍隊が、消息を絶ったブラジル沿岸から北東約 365km の、フェルナンド・デ・ノローニャ周辺で捜索を行った。 捜索に向かうブラジル空軍機会見を行う白仏両国の担当者6月2日にブラジル空軍がセントピーターセントポール軍島付近の大西洋上で座席やジェット燃料などの残骸を発見したブラジルのネルソン・ジョビン国防相は墜落を確認したと発表したが後に陶器のものでないと判明した6月7日ブラジル軍が 乗客の遺体や、エールフランスの社名入り座席や、機体の残骸、447便の搭乗チケットなどの遺品を相次いで発見した。翌8日には垂直尾翼を回収した。その後もブラジル海軍に加え、二海軍が観測艦、プルクワパに搭載している、水中探査機や、原子力潜水艦、エムロードを動員して、機体の残骸や、 フライトデータレコーダーの捜索、回収を行っていたが、6月26日に、機体の残骸と遺体の捜索を打ち切った。捜索で600点近い機体の残骸と51人の遺体が回収された。ブラックボックスの捜索は、水深が4000メートル程度と深く、海底の高低差があったため難航した。主導で7月2日まで続けられた後に一旦、打ち切られたが、 2010年2月より再開し、2011年4月3日にエンジンと主翼の一部を発見した。5月1日にアメリカの深海探査艇レモラ6000によりブラックボックスが回収された。生存者はその後も発見されず、全員が犠牲になったとされ、エールフランスの75年の歴史において最悪の事故になった。回収された。 事故機の垂直尾翼事故原因については、落雷の直撃を受けたのではないかという説や、乱気流に入る、際の速度を誤ったのではないかという説、消息を立つ直前に事故機の速度計に異常が発生していたという説、エールフランスがエアバスに勧告されていた、速度計の交換を行わなかったためではないかという説などが浮上したが決め手にかけた。 事故原因の解明が進んだきっかけは2011年5月2日に、二高空気事故調査局が墜落現場の海底から、フライトレコーダーを発見し、回収したことによる。フライトレコーダーを調査した結果、墜落の詳細が次第に明らかになった。事故発生前、機長は休憩中のためコックピットを離れていた。コックピットにいたのは交代操縦士と、副操縦士だった。 この時片方のピトー管が着氷し、二つの速度計が異なる値を示したため自動操縦は不可能になった。手動で操縦し、機種を上げていくと待機速度が落ちて失速警報が鳴り始めた。失速した際は操縦管を前に倒して機種を下げるのが通常の対処であるが、副操縦士は逆に操縦管をさらに引いてエンジンを フルスロットルとしたため機体の向かい角が増加し、待機速度がさらに低下した。この時、二人のパイロットが失速警報について話し合った様子はなかった。失速警報が作動し、高度が下がり続けている間も、速度計が正確な数値を示していないため、パイロットたちは何の警報が作動しているのかわからなかった。 やがて交代操縦士が副操縦士から操縦を引き継ぎ、速度を出すべく操縦艦を前に倒して、機種を下げようと試みた。しかし交代操縦士が操縦を引き継いだことは、副操縦士にはうまく伝わっておらず、依然として、副操縦士は下がり続ける高度を上げようと、操縦艦を目いっぱい引いていた。一方で、隣の席の交代操縦士は操縦艦を前に、 倒していた。二人のパイロットが正反対の操作を同時に行った結果、操作指示が相殺されて、機体の姿勢を立て直すことができなかった。機長がコックピットに戻った時には完全な失速状態になっていた。ボイスレコーダーによれば、後退操縦士が上昇しろと叫んだのに対し、副操縦士はさっきから ずっと操縦管を引いていると言っていたことが判明した。副操縦士が失速状態にもかかわらず操縦管を引き続けていることに気づいた機長は機種を上げるなと指示した。副操縦士が操縦管を手放したため機種が下がり始めたが、すでに手遅れの状態となっていた。墜落のおよそ5秒前、先ほどまで操縦管を引き続けていた。副操縦士は、なんてことだ。 墜落するぞ、あり得ない。しかし、何が起こったんだと叫んだ。機体はそのまま海面に叩きつけられた。操縦輪式のボーイング機とは異なり、ジョイスティック方式のエアバス機では2本の操縦桿が機械的に連結されていないため、2人のパイロットが互いに正反対の操作をしていることを認識できなかったことや、エアバス機の迎え角センサが 大気速度センサに依存する仕様だったために機体が完全に失速して、大気速度が小さくなった時点で、無改革センサが機能しなくなり、これにより、失速警報が停止してしまったことも、事故の要因となったと考えられている。報告書では、失速警報がたびたび鳴っているにもかかわらず、適切な操作が行われておらず、失速状態にあることを、 しっかり認知していなかったとも指摘されていた。また副装重視が高高度における、景気速度のご表示への対応と、マニュアルでの機体操作訓練を受けていなかったことも、後に判明した。2011年7月29日、BEA は、事故の調査状況に関する第3次中間報告書を、公開した。 この報告書には要約版と安全対策の勧告書が添付されている。第3次中間報告はいくつかの新事実を確立している。2012年7月5日、二航空事故調査局は事故原因を速度計の故障と操縦士の不手際が重なったこととする最終報告書を発表した。エールフランスによると乗客乗員の国籍は大部分が フランス人とブラジル人、ついで、ドイツ人である。2009年6月1日同社発表による、乗客、乗員の国籍のリストを表に示す。以下は、各国政府と他の情報源の発表による、ブラジル人では、旧ブラジル皇帝家の子孫の一人で、将来的にバソーラス系ブラジル定位請求者となる、ことが、確実視されていたペドロルイスでオルレアンスイーブラガンサの、 登場も確認された。ミシュラングループのフランス人の幹部社員一人と、ラテンアメリカの最高経営責任者を含む、ブラジル人の幹部社員二人、ドイツの鉄鋼会社、ティッセンイクループのブラジルの関連企業の CSA の社長、そして中国の国営報道メディアの八人と、海外在住のファーウェイの従業員一人、同国の鉄鋼企業の六人も乗客だった。 アイルランド外務省は、ベルファスト、ダブリン、および、ティペラリーから一人ずつ、女性市民3人の登場を確認した。このうちベルファストからの乗客は、リバーダンスのブロードウェイ公演に出演した俳優で、ブラジルでの休暇から帰国中と判明した。スウェーデン大使館によれば、同国人に、女性2人と、生後23ヶ月の幼児を含む合計3人の、乗客がいた。 しかし、この報告は、エールフランスによる発表と矛盾する。同社は、全乗客中のスウェーデン人は一人のみと発表した。ありがとうございます。